民主主義のための政党は、地理共和国における中道左派政党で、つい最近まで政権を維持していた、政党連合、コンセルタシオンデモクラシアの一員でもある。単に民主党、民主主義党とも呼ばれる。同じく、コンセルタシオンを構成している、地理社会党と共に、社会主義インターナショナルに加盟している。軍政継続の是非を問うため年月に、 予定されていた国民投票において、反軍政派は投票所における立ち会い人を全国的規模で確保することが求められていた。そこで、反軍政派は立ち会い人を確保することを目的に、当時のピノチェと大統領が同年4月に制定した政党法に基づいて1987年12月15日に民主主義のための政党を結成した。当初、 立会人を確保するために結成された PPD であったが、その後、民主主義の復活と反軍勢で一致する社会党員以外のあらゆる立場の人々を結集して大きな勢力となったため、国民投票で反軍制派が勝利し、1990年に軍政から民生へ移行した後も、そのまま独立した政党として存続した。 そのような経緯のため二重党籍が認められており、初代党首で後に大統領となったリカルドラゴスも、社会党との二重党籍を持っている。得票率、獲得議席とも本家の PS e より多い。党内では、現行のコンセルタシオンの枠組み維持を重視する派閥と、PC などが外部勢力との共闘を重視する派閥間での対立が指摘されている。 2012年10月に予定されている統一地方選挙の一つとして行われるサンティアゴ区長選に都派党首が出馬するため党首を辞任したことに伴い6月13日に実施された党首選ではゼラルディ派の支援を受けたキンタナ上院議員が6割近い得票を獲得して勝利した2013年11月と12月に行われたチリ大統領選挙では 野党による政党連合、新多数派に参加、新多数派の大統領候補となった PES のミシェル、バチレ元大統領を支援した。大統領選、第1回投票と同時に実施された上下両院選挙で PPD は上院6議席、下院15議席をそれぞれ獲得した。ありがとうございます。